はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。さあ、今回はね、11時19分現在の最新速報になります。KDDI 大規模通信障害、東日本エリアは15時30分ごろ復旧予定ということになっております。で、今ね、高橋社長がね、今会見ずっとやっております。で、今高橋社長の言ってるのを、言い分をね、一応聞いて、で、今質疑応答に入っております。で、質疑応答今2箇所目なんだけども、まだ続くんだけども、まあ、内容が聞いていてバカバカしいので、今そこでストップしてもちょっとでも早くね、情報を出そうと思って作っております。まあ、簡単にざっくりと言いますね、この中継がありました。で、発生時刻は2日の土曜日1時35分から復旧対応中ということで、まあ、ここを通してね、まあ、そういう状況でということで、まあ、ここを押し通しております。で、影響回線数は合計で最大した、3915万回線ということで、まあ、スマートフォン、携帯電話、個人法人向けが約3580万回線、 MVNO が140万回線ね、IoT が150万回線ね、こんな内容なんだね。まあ、かなり大きな影響となっているみたいです。で、あと法人のお客様への影響なんだけれども、まあ、物流関係者、宅急便や配送状況更新ね、ができなくなった。まあ、ヤマトもそうだったね。で、配達ドライバーへの連絡が不可、自動車関連、従う車向けのサービスの一部が利用が使えなくなった。で、気象関連も皆さんもご存知のように、ここも影響があった。あと交通機関、一部空港スタッフ用無線機とか使用ができなくなった。銀行関連、 ATM とかね、ペイとか、まあ、いろんなものが使えなくなったということでね。で、まあ、この会見、まあ、どうしてなのかというと、まあ、トラフィックのルート変更実施中に一部音声通信が不能となった。で、それが15分ね、音声ブルーテ通信の不能時間が15分起きてしまった。じゃ あこれを修正しようと、要はルート変更をしようとしたが、そこのところで、集中してしまったために、こうなってしまったっていうね。まあ、ちょうどタイミングもというようなことも、まあ、何かも重なってっていうことなんだけども、要はメンテナンスの一環として、トラフィックのルート変更実施中に設備障害が発生で、その設備用紙によって、その音声トラフィックがルート変更がされずに音声遮断が発生、これが15分間発生した。で、その緊急対策を持ってやってたんだけども、パーンといったって、まあ、大体そんなような内容かな。で、時系列によっての話になると、1時35分、メンテナンス結果でトラックのルート変更を変更中にボルテがにアラームが発生ということなんで、この発生したのは1時35分だよということで、このボルテ交換鏡のアラームが発生したことによってこの時刻になってるんだけど、アラームの発生したのが35分。でも実際に通信障害が起きたのは、もう0時の時点ではすでに、もう、障害が起きていたという報告もらっているので、多分おそらく11時台前後ぐらいからもうなったんでしょう。ただこのアラームはもう実際にもうそれが障害が出ていて、でもうパンクして、あ、もうダメだってなった時にアラームが鳴るんで、相当だから時差があるっていうか、最初に通信ができなくなったのが一点バーって鳴らない限りアラームが鳴らない、アラームが鳴った時にはこれ大変だっていう、まあ、そういうののアラームではないかなとおじいはそう判断いたしました。で、それから要は15分後ね、1時50あじゃあ言ったさ4、5だからそうだね、15分後の一部の音声トラフィックが不通になっていることが判明して、該当音声トラフィックの切り戻しを実施した。これが15分後。そして、その10分後の事故対策本部を立ち上げた。で、17分に切り戻し後のアクセス集中により、ボルテ交換機にて、副障が発生してしまったって。で、2時52分にホームページにね、障害情報を掲載しました。1時50分からなりましたっていう、それを第一報を、まあ、出したっていうことなんだね。それから3時からボルテ交換機能負荷低減対策の実施を行い、無線設備で信号接続要求の
流量制御を実施、このところでAndroid は追い出したりとかで、まあ、いろんなことを、まあ、試みたんだね。音声はダメ、データは多少ないと思うとか、データ線は OK とか、あと基地局のエリアに入ったままの人は近いけども、一回出ちゃったらもう再接続ができないとか、そういったものが発生したのはこの辺りからということになります。でボルテ交換鏡のシェルプロセスをリセットと、まあ、これをやった後に無線設備データ音声接続要求の流量制御を実施しました。でその後今度 15時22分から加入者、ね、リビフ化低減対策を実施して西日本主要の PGW2台、東日本主要の PGW2 台の切り離し、完全に切り離しを一回実施したということなんだね。それで15時31分、加入者 DB データを不一致数性対策を実施、ね、消耗しないとえらいことになるからね。それで東日本主要の PG2 台をセッションリセットを実施、ね、でおよびデータ不一致、解消を確認、ね、でその後西日本も同じことをやりました。で西日本残りの7台および西日本残りの6台の PGW の切り離しとセッションのリセットを行って、11時の予定としては西日本エリアの復旧が終わりますよということなんで、もう11時過ぎてるんで、こんなところで終わってるんじゃないかなということです。で、まあ、おじいもねこの流れを一回ね、まあ、今のこうそうだ、見にくかったんで今頑張って読んだけども、できるところまでズーム寄ったところでこうスクショ撮ったんだよね、カメラマンがね、こういう流れとなっております。まあ、じっくり見たい方はスクショしながらね見ていただければなと思います。はい、こういう内容です。おじいもね、作業したから頑張って要所要所のところはね、こうやってスクショ撮りながらね聞いておりましたね。もうこのいつもはもうこれ毎回会見でね、おなじみの表情なんだけども、もうこれが全て物語っているね。まあいろんなところで使われるんでしょう、このワンシーンがね、うん、はい、そういうことでオフィシャルページの方ではどうなっているのか、11時現在の最新速報となっております。西日本エリアは11時後に復旧作業終了予定ですね。まだ予定で出てるんだね、終了しましたとは出ていませんでした。東日本エリアは17時30分後の復旧作業予定ですということでね、まあ、ご覧の地域を指しますよという流れになっております。はい、であとその他ね、元気なおじいが何か言わせたことがあるかなってちょっとねチェックしたいと思います。ただね、まあ、法人には連絡して対応しましょうということで、まあ、原因の方向メンテナンスに岩手の障害が起きた。でボルテの不備の15分の発生、移動できなかったからそこで不備が発生してルート変更しようとアクセス、まあ、ここまでこう手でこうやってね、よしよしよね。で質疑応答に入って、まあ、10時から金子総務大臣がね重大な事故で、まあ、発表されたので、まあ、重く受け止めてるよということと、あとは市民の方向とかそういったものも金子大臣自体がいろんなものを対応しているので、直接報告できるそんな状況ではないっていうね。なので、まあ、なので総務省への対応などはシステム化を通して報告をしているね、総務大臣が対応して報告している状況ではないということを、まあ、言っておりました。そして、このホームページの内容でこんな内容ボットじゃないかというね、そういった安易な表現で混乱を招かないように情報を出さないようにしていたということで、で、今日の1時頃からねこまめに今現在これぐらいでしょという情報を出すようにしたっていうね。でもそれも逆算してもともとボットに登録された内容だったんで、最後朝チェックしてみると、あ、まだこれ合ってないのということで慌ててそこで修正した。でなければ東西は何パーセントの予定です、で1時間経ったら、はい、復旧しました、大事には何言って逆算して作ったものがこの大嘘がバレてるような感じがします、おじいが見た感じね。であとは質疑応答なんか聞いていても、やっぱその先ほど出した今現在分かっている内容とかそういったのも今現在なんで、実際の内容っていうのは要は精査しながら細かいデータは、ね、調べてみないと分からない、だから調査が全部終わらなければ分からないということで、まあ、今大体約こんなもんじゃこんなもんだよねっていうことを今出してるけども、細かい内容は出してみないと分からないっていうことで、そういう流れなわけだよね。なのでその
質疑応答の質問は、まあ、ありきたりの内容なんだけれども、その内容に対して明確にこれはこうでした、ああでしたっていうファイナルアンサーの回答ではないので、結局、まあ、そういう言い訳をもとにこうでこうでこうだからっていう、その何にもならない回答のこの質疑応答なんでバカバカしいなと思ったから、1分1秒を重要な部分だけを先に皆さんに伝えた方がいいなと思って、中断しました。でその流れは最終的に重要なのはどういうことであったかっていうまとめと正確な数字なわけなんで、それはどうせ記事になって出てくるでしょう。その調査が終わらないことには進捗しか出てこないので、そんなところあだこうだ言っても何も始まらないんじゃないかな。この場に及んでいろんなものをね、あではでこうだった、こうしたらどうだった、あではでそんなものを聞いたって何にもならないので、質疑応答はバカバカしいと思いましたね。そんな感じなんでね、まあ、今回のテーマはもうこれみんなね壁紙にしようかな、ね、はい。そんなわけで、今現在元気なおじいが最優先順位として1秒も早く皆さんにお伝えすることはこの内容だと思ったので、ここまでに、ね、とさせていただきます。で、昨日の段階でね、今日も多分1日忙しくなるなと思ったので、昨日半額シールご飯ねカツ丼会に行った時にパンね 30% オフのパンと半額になってるパンを買ってきたんで、もうそれがあれば生き延びれるんで、とりあえずね、ご飯も買いに行かないし、なんかやる役でもなくパンをちぎりながら食べながら作業できるのでね、まあ、最後までちゃんと見届けたいと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。とりあえず皆さんのコメントもね、ちょっとこう抜粋しながら情報をまとめたいと思います。たくさんの方はね見ていただいてコメントいただいてありがとうございます。で、今日は本当今チェックしてね、寝てる間のコメントがものすごく多すぎて、昨日はもうほぼ 99% のコメントを全部拾った動画作ったけど、今日ちょっとさすがにそれができない状態なんで多すぎてね、コメント読まれない方はね、あらかじめ申し訳ありませんって先に謝っておきます。というわけで、続報もまた見てください。ありがとうございます。またね、バイバイ。